はい、えー、速報です。えー、岸田総理がですね、安倍晋三写真展に訪問した際に、まあこういったことを言われてるんですよ。いや、俺もね、安倍総理の背中を見習って、岸田マスクを全国に配布しようかな。まあ財務省がうるさいんで、住民税、課税世帯に配るってのはどうかな。っていうことを言われてましたね。さあ、岸田マスク、今の時代に必要な方はどのぐらいいるでしょうか。続報をお待ちください。